いや、それは本当かななんだ <laughs> 行くぞ俺にはな夢があるんだケンシロウこの世には病に悩む人間が何千何万といるこの先には行かせん北斗七星の横に寄り添うように光る星マタロナを視聴せあの星が見える者にはその年のうちに 死が訪れるというが、あの星を、こうして見つめる時が来ようとは。ふ <laughs> ふ愛するがゆえに、見守る愛もある。激流に逆らえば飲み込まれる。待つんだ。よかろう。その目で確かめてみるがいい。私の病が、剣をも蝕んでいるかを、さらばらおう。今、約束を果たそう。ああ、ダメだ。うわああああふふ。<laughs> そうか。うーん。こ、これは。俺は憲法家としてより、北斗神拳を医学の一つとして生かしたいのだ。ど危ない剣士、シロ郎誰かは知らぬが、生病法は使わぬことだ。シロ郎、俺はこの先、人の命を助ける人間として生きる。いずれは死ぬからだ。それまでに、何人の命を助けることができるか。 それが俺の生きていいたという証だ <laughs> だがまだ生きている俺の体では旅を続けることはできんだからあえて囚われの身になって待っていたお前が来ると信じて剣王の前に人はなく剣王の後にも人はない人間は己一人それが聖騎伐覇者剣王の狂気の野望たくましくなったなむしろ激流に身を任せ同化する行こう ラオウの剣も、剣の剣も同じ激流。陶器を発する、いわば豪の剣。飛行神探中を突いた。お前の体は、私の声がかからぬ限り動かぬ。一死相伝がゆえに、過酷なる運命が付きまとう北斗神剣。私の死もその一つの試練。私の死を糧として、伝承者の道を歩むがよい。 剣士郎の肉体と魂は、私の想像を遥かに超えている。肉体を支配するは魂。ラオウがついた、飛行神結集に対応する飛行は一つ。神霊大我が生涯の敵は、ラオウせめて痛みを知らずに、安らかに死ぬがよい。かかってくるがいい。俺は北斗神拳を、医学の一つとして生かしたいのだ。激流を制するは清水。北斗神拳の戦いに、 二対一の戦いはない。